とりあえずこの町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そして私とロビンはウィンダーショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。意義なし。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ナケキ。そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひひょーい。しししなんだ？ねえ。わーい！行くぞ！またな。この島は俺たちが守ってやるから。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。なんだてめえ、俺たちを殺すとただじゃ済まねえぞ。
げで助かったわ。しっしっし、飯にしようぜ。まあ、ここ飯食えるんだろ。簡単なものでよければね。食べてく？お疲れかしら。無理しないでね。ちょっと大きあ、誰だお前。誰はないでしょ。私はこの宿の女将の宿屋よ。そっか。で、あいつらは。あいつら、ここで食事したのも、食べ疲れてそのまま寝たのもお客さんだけだよ。で、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは明朗会計、つけは聞かないから、そのつもりで。悪い、俺今金持ってね。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて、条件付きでタダにしてあげる。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるだけでいいの。聞いてくれるならお代はいらないし、しばらくお仲間も含めてうちで面倒見てあげてもいいわよ。なんなんだそのお願いって。ルフィ大変だ。あのそのあれだ、つまりそのみんなさらわれちまった。みんな、ゾロとサンジとナミとロビンとフランキーとチョッパとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ。さらわれた、あいつらが。とにかくオイラについてきてよ。ちょっと、まだ私の話が。お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ、本当男に二言はないわね。ああ。なんかの間違いじゃねえか。あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、おいら見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんなが連れてかれるところ。よし、案内しろ。どうも、